もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。11歳となった少年は引っ越してきた南葛市で運命の出会いを果たす。ブラジルサッカー界のスターロベルト本郷、そしてもう一人、天才サッカー少年ゴールキーパー若林源三。この2人との出会いから少年の本当のサッカー人生が始まった。仲間、そしてライバルとの度重なる激闘、その中で育まれた友情、絆、そして別れ、その全てが少年を強くした。運命の出会いから4年後、数々の試練を乗り越え、少年は今世界へと羽ばたく。少年の名は大空翼、キャプテン翼。ついに、ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎くん、スーパーグレートゴールキーパー若林源三くん。小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち、そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー。彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼くん。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会、予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らを活躍できることになった。いよいよだ。翼、対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツジュニアユース軍団。さあ、行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。さあ行こうみんな。運命の一戦が今まさにキックオフです。ヒューガ君、パスを出します。そら翼君、センターラインを越えて攻め込む。
ール前です。このパスをトラップ。乗った。スライディングでカット。ドリブルで突破。ジロまずい。チャージが決まった。やりました。全日本ジュニアユース、ついにドイツから1点を奪いました。やったぞ。みんなこの調子でいくぞ。1点だが、これは大きな1点だ。彼らの、いや日本のサッカー界の新たなる伝説、その大きな一歩だ。翼、ヒューガ、松山、ソーダ、ジト、立花兄弟、ミスギ、数ヶ月前のことなのに、まるで大昔のような。しかしそれでいて昨日のことのように感じる。忘れられないあの激闘、全国中学生サッカー大会、今戦っている彼らが大きく成長したあの大会を